せーの、わさこらさー、わさこらさわさ、はい、わさです、はい、わさです。わさわさしましたね、本当に。はい、わさしましたよ。わさわさしたな、しましたね。いや、なんかね、あの山梨、うん、今年からやたらとって言っても3回目か、ボイラーで。そうね、うん、うん、でもまあ各地そんな何回も年に行かれへん中で、山梨3回目ってなかなか多い方なんでね、ボイラー。そうですね、うん、そうそうそう、うん、そんでカズホールは初めてと。そう、うん、嬉しいことがたくさんありまして、本当にね。でしかも、うん、インしたらさ、うん、やっぱりなんかその山梨よくあの、うん、フィールロック行ってるよねっていうのを店長さんもやし、うん、演者の人も言ってくれてて、そう、あ、本当、うん、そうで、うん、知ってたよって言って、でそっちも見たりしつつ、うん、なんか、うん、そうそう、今回誘ってるバンドもあったけどタイミング合わへんかってさとかも結構考えてくれてたみたいで、あ、そう、そう、なんか目に留まってもらってて嬉しかったなってちょっと思いながら、そう、嬉しい。いや、昨日ロック、ね、ロックバンド出てて、ほとんど、うん、ほとんどてかもう矢島さん以外初めましてやったんやけど、めっちゃいいブッキングやったよな。でなんか久々のいろんなジャンルやって、うちすごい楽しかったなと思って。いやな、うち初っ端からさ、うん、ラッキーさんやっけ、うん、ほんま、はい、ね、よくて、うん、よくて、うん、でうちらやってで、うん、うちらの後のデトックス、うちバリクソ好みで、いやわかる、おう、もういや、こ、対バンでこんな出会い、まだこんなドキドキする出会いあんねやと思って、うん、で矢島さんで、でもう満足やのにまだ2バンド見れんのっていう。そうで、 さらにゴリゴリで、そう、もういろんなジャンル隅々まで楽しめる日やったね、昨日は。ね、なんか嬉しい、うん、対バンやった な、うん、で、な、何よりその組んでくれたのは店長さんやったけど、普段ブッキングをやってはる若い女の子がすごいさ、うん、はいはい、気に入ってくれてさ、うん、学生やってよ、若い子がさ、ね、びっくりしたの、しっかりしすぎてて、びっくりしたもん、ね、ええー、思って、うん、うん、でもうすぐ来てほしいからって言って、しっかりつながってね、また多分行かしてもらえると思うんやけど、うん、はい、ブッキングの人に気に入ってもらえるって、なんかバンドマンからしたらもうこの上ない幸福なことで、うんうん、しかもなんかあの PA してくれてはった人がなんかカズホールのなんか専務なんですみたいな、なんか役職があるのか知らんねんけど、そう専務って言ってたよな、そうで、なんか、まあまあ結構淡々と表情を出せない感じの人やったけど、そうね、なんかでもあの人がほんまにボイラーめっちゃ良かったよみたいなのを言ってくれてたよって言われたのがすごく嬉しくて、あ、え、誰に聞いたのそれ。もう全それを思い出せないけど、店長さんか、もう寄ってるやん、あのせや寄ってたからさ、うん、台湾のなんかいつも出てはる人、うん、やったのか、うん、言ってくれはったよね、イエーイ思って、もう嬉しい、嬉しくて、そうそうそう、相性いいやろな、やっぱりそうってことは、うん、ね、なんかすごい箱ごとウェルカムな感じで、山梨があったかいのももちろんあって、でまた今回も東京、ね、関東からもね、うん、遠征してくれた人もいて、ほんまに心強い、ほんまにアットホームやった、ね、嬉しかった、ね、うん、そらわさわさするわ、そらほんまにね、なんかさ、この矢島さんとのツアーもさ、地方遠征は昨日がラストだったじゃない、うんうん、そうね、ラスト残るは東京のファイナルシリーズ東京編やけど、うんうん、この中でさ、矢島さんの方の、うん、まあボイラーを見に来てくれてやったけど、うん、矢島さんを最初好きで、うんうん、いてたお客さんとボイラーをよく来てくれるお客さんが2人で山梨で来てるっていうのもやっぱりなんか嬉しいなっていうのをちょっとなんか思った、ああいうの嬉しいなって、うん、ああいうのすごいほっこりする、そう、わさってなるよな、そうそうそう、ほんまにいいね、うん、いや、うちね、昨日のね、うちいつもさ、うん、ライブの動画撮って反省会してるやんか、うん、一人で、はいはいはい、でいつもその日のうちにして次の日は新しい一日をってしたいんやけど、うん、はいはい、なかなか昨日うち珍しくライブ終わってめっちゃ眠くて、うん、帰ってもすぐ寝ちゃって、はいはい、珍しい、うん、そうそうそう、うちも年かと思いながら帰りはちょっとショーンの横でちょっとうたた寝しちゃって、うん、あ、ごめん、もうあかん、眠いわみたいな感じやって、で昨日、うんうん、ほんで今日ね、うん、あの起きて
昨日のライブ動画を見たのよ、うん、はいはいはい、でなんかまあなんかさ、うん、うちはさ反省のつもりで見始めんねんけど、はい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 、なんか自分がライブ自分のやってるライブを見始めて見終わった頃になんかアホみたいやけど、うん、自分がめっちゃ元気もらってて、なんか普通に観客みたいな気持ちで見てて、めっちゃええやんって思って、めちゃくちゃええことやん、うん、そう、でそれでなんかね自分で、うん、なんか自分で自分を元気づけるみたいな、うん、変な感覚なことを今日しててね。そうで安心したね。うちなんか自分でまだ自分のそういうの歌聞いたり、うん、はいはい、演奏見たり、うん、ボイラーのライブを見て、うん、自分が元気づけられるんやったら、うん、ま、同じようにやっぱ人を これ、うん、あのこんな風に元気づけられるんやって自信もついたし、うんうん、改めてな、すごいことやん、うん、うん、ほんまに、いや、いいよ、いや、よかったです、それはよかった。昨日来てくれた人ほんまにありがとうございました。ありがとうございます、ありがとうございました。あ、いい日でした。あ、いい日やった。また行きます山梨。また行きます山梨。もう明日来てくださいって言うてくれた。今日行かなあかんかったんやけどな、ほんまは。あら、もうすぐ来てください、明日来てくださいって、もう可愛かった、連れて帰りたかった。もうその勢いが嬉しいよね、なんか。うん、なんか伝わった。うん、本当にすごい気持ちが伝わって。絶対近いうちに行けそうですね。うん、ね、嬉しいです。山梨をびっくりするぐらいすぐ行けちゃうもんね。せえ、びっくりしたよ。車にはなるけどな、あ、うん、なんかあと1時間出発遅らしても行けるやんぐらいの、そうよね、速さでついてしまってね。いや、うん、いいですね。いいですね、山梨、うんうん、山梨でもお客さんをねもっともっと増やせるようにうちらも頑張っていきたいと思います。そうですね、頑張っていきます。よろしくお願いします、うん、お願いします。いや、もう次の早いもんで、はい、もう今週ですよ、今週の。そうですよ、ディズニーワンダーとね、すまん、もういかつい兄貴たちとね、はい、いますけども、ほんまに、あんな、うわー楽しみやな。しかし1時間、うわー、これほんまに来てほしいな。しかも、うん、テープミーワンダー、この間、うん、北海道ツアー行って、うん、帰ってきてはところやから、うんうん、多分いろいろまたさらにあの人たちがまたなんかもう焚き付けられてる時のもう一緒にやれることやから、多分さらになんか知ってる以上にまたなんかもうすごい勢いでなんか来られそうやから、ちょっとね、火だるまみたいなテンションね今、多分ね本当にでっかだるまになってそうなんで、火だるま4人組みたいなねちょっとうちらもね、いや、うちらの瀬戸にも攻めてるのか、攻めてるよほんまに、これ猛練習しようと思ってます、ほんまに。そう、多分これはあの やっとやってね、まあ久々か、やっとっていうか久々やね、うん、久しぶりの歌もあるしね、うん、あるし、うん、ほんまにいろいろと歴史も垣間見えるんじゃないでしょうかね。テープミーが好きって言ってくれはった曲もちょっと入れてみたりとかね、入れてみたりね、うん、なんかいろいろ楽しみですね、思いが。そうですね、もうがっつり1時間1時間っていうのも久々やしね、うん、がっつりやる、もうワンマンぐらいの感じでいきたいと思いますんで、ね、ぜひよろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします、はい、お願いします。はい、はい、でカメフェスもね、はい、大手が出たんで、はい、そうなんですよ、 E プラスをねまだ買ってない方はぜひぜひぜひと、はい、11月12日カメフェス2022、はい、下北沢で行われますのでね、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、そんなもんでいいですかね、はい、今日はね、はい、はい、ほな皆さん、ほな皆さん、わさこらさっさっさ。